3月20日その日は信じられないほど突然やってきました。長さん、ずいぶん急いで向こうに行っちゃったんだね。俺たち4人でドリフターズまだやっていくよ。あんたが残した財産だからね。そして今月12日、張さんの一周忌が東京プリンスホテルにてしめやかに行われました。残されたザ・ドリフターズのメンバー4人揃って張さんを偲びました。早いね、あっという間だね。なんかまだまだそばにいるみたいで、なんだか気持ち悪い。本当早いですね。時々そういう話は出たりするんですけどね、いい話は出なくてね。いや、そんなことないですよ。確かに早いですよね、変な話だけどさ、今度俺が一番年長者なんだ。変な話だね。長者止まってるわけでしょ。俺がどんどん一つするわけじゃない。俺が一番長者、今度だから、あの世行ったら長助って言えるわけね。まだまだね、なんだか一緒に仕事をしてて、こう4人集まった時にふっと出てくるような気がするんだよね。だからこういう時になると集まってくるんじゃないかなって当たり前に思ってるんだけど、今日は来ないんだよね。写真なんかで弁償したりなんかしてんだよ。